どうもヒピです。こんにちは。あー久しぶりっすね。いや喋らんのんかい。いやいや俺振るのそこ。いや違うんじゃけど、いやこうやって撮り寄る感じが久しぶりだなって思って、ね、まあそうね久しぶり。この景色とかもね、これ金サイヤですか ね、 こ, こ, ねこれ金サイヤで撮ったとこなんじゃけど、でもナギくんが東京に行っとる間、うん、この場所めちゃめちゃ擦ってます。擦っとんかい。この場所めちゃ来てる。三宅くんとかね、慎吾くん。ああ、慎吾ね、うんうん、はいはい、そうそう、今どっちの名前で呼ぼうと思って慎吾くんとかよく一緒に来たりね、うん、してた場所なんですけど、うん、どうしたのよ今日。なんか改まって俺わざわざ呼んじゃってさ。うん、東京から来たわけだから私。いやいやいや、まあそうなんじゃけど、うん、まあ、まずね、近々俺、うん、記念日があるんですよ。お毎年大事にしてる、次に来る2021年4月15日めちゃめちゃ大事にしてる日。なんだ結婚記念日かなんかだっけ。いやーしてないんだよ俺残念ながら。する予定もなければ。大丈夫、あの隠れ妻とかいない。いや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 。俺の知らない間にせめてものね、いてくれたら最高というか。あまあ嬉しいなっていうぐらい、うん、だってもう妻がおらん場合もう隠れ妻も何もない。何の話も早く。まあそうなんですけど、うん、はい、来たる2011年、うん、あごめんなさい2021年4月15日にですね、ヒッピーメジャーデビュー6周年となりまして、その日よりになんと生きようよという曲をリリース決定いたしました。あーだす。あーそうなんですね、リリースなんですね。生きようよ、まあ、うん、本当ダブルミーニングな曲ね。本当はまあこういうご時世ありますけども、うん、それでも明日が来る、それでも生きてこうぜ、生きてたら何度でも立ち上がれるぜ、立ち向かっていけるぜっていう、意味を込めて書いた曲を、6周年となる日和に、出させていただくことが決まったことをすげえ嬉しく思います。いつも応援してくれてる、なるほど、ね、あなたのおかげだ。あー、はい、でどこ何こう心境の変化というか、はい、引退でもすんの？え？引退でもすんの？いや全然引退とかじゃないんですけど。引退とかじゃないのね。引退とかじゃない。ラストソングってわけじゃないのね。ラストソングでも全然ないんじゃけど、実はですね、このリリースするタイミングとともにこの意味合い、うん、この言葉を発するとともに自分がチャレンジしたいことがあって、うん、実はですね、この度僕が8年間お世話になった所属事務所ランページをですね、この4月いっぱいで、退所することになりました。はい。あ、引退ですか？引退ではないんだよ。引退ではなくて、退所して、まあ、これからも、音楽を続けて、はいはいはい、まあ、でもこれからも、そのランページとヒッピーっていう存在は子と子が手を結んで音楽も一緒に作っていくっていう中ではやっていくんですけど、自分が改めて、一人の男として石川博樹、本名なんだけど、うん、石川博樹としてちゃんと責任を持って独立して、しっかり自分を追い込んでさらなる、メロディー言葉を紡いでいこうという覚悟でね、うん、この、決断をさせていただきました。っていうのも実は3年前に、うん、事務所とそういう話はしてて。ああ、なるほどね。そうなんですよ、はい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 、自分が結構その時は頑張り方がちょっと本当にわからんくなっていて、俺がいなくなったあたりだね。いやほんまそうなんですよ、うん、なぎくんが事務所卒業して、うん、うん、でもそれまでって俺ってリリースがね約束されとったじゃん、日本から、ね、でも今もそのメジャーデビュー、うん、メジャーというレベルの中でやらせてもらってるんですけど、そっからなんつうんだろう、あとは自分の力量で、あと話題性とかでリリースができるっていう中で、ツアーもできるっていう中で、うん、そこがね全然結果出せず、リリースツアー全然できなかったんですよ。しかも2000枚ね企画、うん、終わった後とかだったけさ。まあそうね。いやもう打ちひしがられた。打ちひしがられた、うん、合ってるそれ使い方。いやまあでまあなぎくんの卒業っていうのもあったし、うん、まあなぎくんともよくぶつかったりもあったな。ねえ、よく喧嘩したよね。よく喧嘩した。もうそれが原因でやめたわ。いやでも本当に、でもその時って本当ターニングポイントで、うん、改めて人生どういう風に向かおうって考えた時だったのよ。うん、で、なぎくんは卒業してしっかり自分の道を、ね、描いていて、うん、いつしか動画クリエイターとしてすごい花咲いて。そうね。なんとなくね。
まあでもね、そのおかげでね、応援歌っていう MV も作れましたから。そう、で、なぎくんが卒業して3ヶ月後にその応援歌を作ってくれたっていうエピソードを俺思い出すたびにちょっとね、泣きそうになっちゃうのよ、本当に。いやでもあれは本当にね、あのいろんな仲間が気持ちで作ってくれた。そうですね、いろんな人が協力してくれましたから。そうそうそう、もう全部、全部皆さん無償で出てくれてますからね、あれ。そうそうそう、もう皆さん応援という意味で。いやもう本当にありがたくて、うん、あれだってね、もう制作費ゼロの中で気持ちでやってくれたやつが、ね、まさか今となっちゃう500万再生目指すような。そうね、びっくりしたよ、 MV になってる。こんにちは広島いいですね。そうですね、いい場所ですよ、はい、そんなね、もう広島の方とこの広島の景色の中で自分は、活躍させてもらって、これから、うん、しっかり、歌を届けていこうという、意気込みで、独立させてもらって、でもみんなちょっと心配になるとは思うんですよ、うん、で今から自分が掲げてる夢なんて絶対決して一人でできるもんだとは思ってないから、もう本当コロナ禍でいろんな状況変わりましたし、実はテレビのレギュラーももう全部なくなったし、本当ね、去年は本当キャリアハイのスケジュールだったじゃけど、それもほとんどなくなったんじゃけど、でも、うん、改めて自分は今音楽歌に向き合える期間が到来したんだと思って、多分さらなる曲できるんじゃないかなってワクワクしてるんですよ。なんで、みんなにそんな心配してもらいたくなくて、俺は、もともと何もなかった人間だから、こっから必ず浮上してみせるから、共に浮上しようって言っててもいいね、助けてください。あ、こじき？いやでもしっかりね、この YouTube も、ヒピドーもしっかりやっていきながら、まあなぎくんと本当にそうですね、まだ俺たちがもう無給時代から、そうですよ、そうですよ、私もただでしたからね、あのもう俺たちのもうなんか、この小遣いでしょそうですよ、今でもそうじゃけど、うん、よく続けてこれたなって思いながら。いや、ほんとね、いや、よく続けたよね、ほんと、いろいろありましたから。そうそうそう、よく、でもそれってみんなにもこの続けてる先の景色もしっかり見てもらいたいのよ。だから、うん、自分たちも改めて、このヒピドをどんどん、更新していくために向き合うところに来たんで、しっかりみんなにも協力してもらいながら、自分の音楽、発信するのにも、みんなの協力を得ながら、しっかり自分が、その協力した皆さんにしっかり笑ってもらえるような、で、うん、その笑顔がさらに日本全国渡ってくれるような人間に、そして紅白に出れるような人間に成長できたらなと思っておりますよ。これマジだからね、でかく出ました、紅白ですか。いや、当たり前じゃないですか。いや、俺の夢はやっぱこの愛する地元広島に住みながら紅白に出て、で広島の鉄板囲んでる皆さんが、あれ、あのデブちゃん昨日お好み焼きこれで食えなかったっけの、紅白出よるわみたいな。なあ、そういうことね。そんなね、やっぱ人間に成長したいんすよ、なんで全然夢っていうのは続いてますし、まあ日本全国で47都道府県どんどんツアーも回っていきたいっていう思いで、やっていこうと思ってますし、世界にも届けたいって思ってるんで、これからも本当に枠しかないので、皆さんにぜひ、一緒に僕とワクワクしてくれたら嬉しいです。はい。でもこれもう時間もない。うん、まあ、あとね、うん、あとね、何十秒ぐらい。あ、そうなんじゃ。そこでね、ヒッピーエールクラブっていう、うん、ファンサイトを、作らせてもらったんで、うん、ぜひとも、チェックしてくれたら嬉しいです。一緒にワクワクしようということで、ヒッピーでした。これからもどうぞどうぞよろしくお願いします。イエイ。そのエールクラブは怪しいサイトとかじゃないよね。全然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 。X ビデオとかにリンク飛ぶとかそういうことじゃないよね。エロいサイトだよね。全然全然入って、さってる。慌ててるの、慌ててるの、もう。